続きましては。馬の耳ドバの耳耳バはい、はい、ということでございまして先ほどもちょっと言いましたけれどまあ重いテーマですね。はい、尊厳死、うん、アメリカでね、えーうん、病気も余命宣告された女性が自ら尊厳死ということで。うん うん、あの命だったという,か <laughs> こう賛否両論いろんな意見が、はい、それあってしかるべきでありますしね、はいうん、世の中一つという答えはないいろんな意見があって。 宇宙には一つしかないと思いますけども。はい、でも、我々人間は、それにおいて、そこまで到達しない人間は、いや、賛成や反対や、これ違う、あれいい、というような段階ではないでしょうかね。オッカーバーバーさんからいただいておりますが、まあ、安楽死、私個人的には支持します。患者さん自身、家族の方々、それぞれ考え方があるでしょうから、選択肢の中に入れてほしいと思います。いろんなケースがありますからね。うん 人の命、自分の命、それ立つということ自体、あかんと言ってしまえばそれまでですけれども、はい、その背景やらいろんな状況やら考えると、なるほどな、といろいろ思ったりしますけれど、だからまあ選択肢の一つとしてあるかもしれない。魚正商店車両部さん、苦しみと痛みとの戦いながら、死を待つのが正しいのか、それらに苦しめられる前には安らかに死を迎えるのがいいのか。 それは個人やその家族の判断によるものであり他人がどうこう言うことではない家族が納得できるならなるべく苦しませたくない苦しむ姿を見せたくないと後者を選択するのも悪いことではないと僕は思います場合によっていろいろと難しい問題もあるとは思うけれど同じような状態となって可能なら僕も選択すると思うでもこんな風に世界の人にアピールするのは僕にはできない 問題提起いやでもさなんかもやもやしますというね、うんえー、はっきりやっぱり結論というのは自分自身も出しにくい動物基礎天ぷらさん僕はずいぶんと前ですが仮に事故かなんかで1週間植物状態だったら安楽死させてくれと母親に言ったことがあり母親は1週間では判断できんといった記憶があります。うんうん また、植物状態でも脳波,脳波分析で意識はあるとの見方も示されています、僕の父が意識不明に陥ったとき、母、弟と相談して、自然に、ということで、医師にお願いしました、自分の最後が選べるなら、選んでもいいかなと思いますと、ね、自分のことやら、身内のことやら、ちょっと突き詰めて考えたことのある方のご意見ですね。はい 鈴鹿のいい年のエリーさん。尊厳死ということですが、病気で苦しみから逃れるのであれば、それもきちんと宣言しているのですからいいと思います。苦しみの先に一筋の光でもあるのであれば、痛みにも耐えられましょう。でも、苦しみの先には死しかないのであれば、 悔いのないように生きて、皆にさよならを言えたら良いのではないですか。ただ自分の家族であれば少しでも長くいてほしいと思います。しかし、今日急に事故で亡くなるかもしれない。でも自分で宣言した日に行くのは、周りの人にもわかっているのだから本人の考えを尊重してあげても良いのではないですかね。うーん その人その人の状況というのはやっぱりあの一人一人違いますので本当にもう苦しみしかなかったとしたらということで皆さんこうやって考えていると思うんですけど例えば、余命宣告をされて1ヶ月なら1ヶ月とかされた人がですねあのいろんな治療病気的な治療もそうだけれどもいろんなその心の動きであの1ヶ月過ぎたけどまだ頑張って生きてるよっていう人たち。 っていいうこともよく聞く聞じゃないですか、うん、でそういった人たちがいろんなところでいろんな人と話をしたりとか活動したりってその,あのもう余命でないですこの先って言われた人生をまだあのそれなりに充実して送ってらっしゃる方だって今までいたわけで、うん、それを これが OK ーってことによってあっさり諦めてしまっていいのかなっていう気もするんですよね。でもその先っていうのは本当にそういう人生があるのか、うん、苦しみしかないのかっていうのも人それぞれだし、うん、それはもう本人にすらわからないことかもしれないので、うんうん、だからとっても難しいと思うんですけどね極論を言えばね極論というか、うん、こんな例はどうやというのも乱暴かもわかりませんが。 確か私の記憶では円、はい、空仏は円空さんね、はい、あの人は促進仏となった人と違いますか、うん、こう土の中に入って、うん、そしてその中でお経を唱えながらチンチンとこう鳴らして、うん、それでこうずっと自らあの仏になっていくというのをやった方やと僕はちょっと記憶してますけども。うんうんはい あれれは許されるんでですすかということですそれ宗教的な非常に崇高なあれでしょうけれども、はい、別にしあの病気で死ぬではなくて仏になるためにというような、うん、あの行為も含めてね、うん、人は命というものを自分でし 決めていいのかと、うんうん、大きな生かされている死ぬことと生かされていることが大きな中でこう決められていてが決めることであるならば、うん、自分で決めることはいいのかなという、うん、さっきのね、うん、うこの宗教的なそういうような円空さんの場合も含めてね、うん、どうかなおくるみボーイさん。 私の親父は肺がんで苦しんでおりました自宅で看病していたおふくろは看護に疲れもう死んでくれんかなと漏らしたことがありました当人は死にたがっていたので安楽死で安らかに亡くなるのも幸せの一つだったと思います肺がお家の親父も肺がんでしたですけどもやっぱり周りで看病するのはつらかったですね、うん、はいで日本の場合は何ていうのかなまた、あ、安楽死と尊厳してまた少しニュアンスが違ってて、うん、あのー いわゆる無駄な延命措置はしないっていうところで、うん、あの安らかに死を迎えようっていう考え方の方が主流、日本では今主流なんですけど。 今回のアメリカの女性はそうではなくてもうちょっと積極的に薬を飲んでもうこの時点で死にますっていう風に延命措置ではしないじゃなくてもう自分で自ら命をここで断つっていうところの違いっていうのは非常に大きいのでそこのところでやっぱ今回いろんな世界的な問題にはなってると思うんですけどねだから安楽死安らかに死にたいなって気持ちはみんなあると思うんですけれどもどこまでの領域でそれを決めるのかっていうのが今回のアメリカの女性のパターン と今まで日本で言われていた、うん、あその尊厳死とか安楽死の考え方と若干ちょっとニュアンスがまた違ってきますよね。国によってということもそれはあるでしょうしねあの宗教的な考え方もあるでしょうし。はいうん まあ厳しいご意見もありますよ、あだっちゃんなんかもね、うんうん、なんやかんやと言ってるけど、結局は死の恐怖から逃げ出したいだけの、性に対する冒涜でもあり、死に対する冒涜でもあるという、厳しいご意見もいただいております、うんえー、クリオネ・ブルドックさん、死と向かい合って選んだ選択、余命宣告されたら自分でもそうしたいですね、えー、逃げと取られますかね。 さっきのも、これはもう、うん、結局逃げだ、冒涜だ、うん、逃げと取られますかね、むしろ、臓器移植に有効に使ってほしいです、まあ、そういう時の自分の場合はね、自分は命は絶つけど、うん、臓器は使ってくれよ、うん、というような気持ちまでこういろいろ皆さん想定して、はい、今、お便りが来て、まだまだたくさんの、ね、ね<ー>お便りをいただいておりました。